鉄平の容体は？すでに軍にあるすべての邪眼を接収するよう命を下しました。ほとんどの人に生命力の流出が起きていましたが、深刻な状況には至っていません。ですが、ごく一部では。三五宮様、今からこの件で倒れた者の負傷兵営を設置し、彼らの容体を見たいと考えております。ただ兵士たちは皆邪眼と知ってもなお使い続けたいと騒いでいるようですが。この件はあなたに任せます。私は一度前線へ向かわなければなりません。このような一大事が起これば、軍の心もきっと揺らぐことでしょう。その混乱に乗じて幕府軍が攻めてきてしまえば、今までの苦労も水の泡です。何かお考えはありますか？いけません、危険すぎます。鎖国令は未だ続いています。彼らの邪眼はおそらく稲妻で生産されたものでしょう。これほど莫大な人員と資源を動かせるということは、背後に必ず本土の勢力が加担しているはず。彼らを阻止するためには邪眼を生産している工場を潰すしかありません。しかし、そこにはきっと厳重な警備が。あなたにそのような危険を犯させるわけにはいきません。少なくとも軍と一緒に。三五宮様、邪眼の接収は急いで行われたため、ファディの目をごまかせていない可能性があります。軍隊の準備でこれ以上時間を費やせば、奴らに感づかれ間違いなく逃げられるでしょう。はい、少し考えさせてください。邪眼を接収する時からこの件についてはすでに考えていました。巨大な工場、見つかりにくい場所、そして輸送経路の近くにあり、材料の供給を確保しなければならない。これらの条件に合う場所はそう多くありません。それに兵士たちが邪眼を手に入れた場所から推測するに、工場は八潮里島南西部の海に面した3階にある可能性が高いでしょう。私はあなたを止めません。しかし、くれぐれもお気をつけください。私たちは多くの戦友を失ってきました。あなたまで失いたくありません。え？その邪眼工場に行くのか？本気なのか？もう少し考えてみても。わかったよ。
観察しろよ。当たったらおしまいだ。侵入者発見。執行官様のざまはさせない。生きてここから出られると思うなよ。こいつ命ですか。奥さんだ。もうすぐ執行官様が着くはずだ。まさか君たちがここまでたどり着くなんてね。やるじゃないか。面白い。久しぶりに再会したというのに、今すぐにでも命のやり取りをしたそうな勢いだ。なあ、そのことだったのか。一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいるが、計画を執行するにあたりただその代理人をしているに過ぎない。死亡者はもちろん他にいる。ほら、凄腕なんだろ。頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの。どうやら変わっちゃったみたいだね。情けなくて小胆なヘナチョコに。些細なことだって。間違ったこと言ったかな。浮世では人の命なんて雑草と同じなのさ。邪眼がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも邪眼は彼らの願いを叶える機会を授けたんだ。メガリレーがどんな価値を持っているのか君たちにわかるかい。これを実現するのにかなりの力を費やしたのは僕たちにとって有益なことだからさ。そして今その結果を見てみると、全て価値のあるものだということが改めてわかる。争いを作り、邪眼を広めるため道を開き、力を追い求める弱者を引きつける。ほんの少しの代価で世界を掌握するかのような感覚が得られるんだ。生命を引き換えに力を手に入れられるなんてお得だと思わない？メガリレーはお前たちがけしかけたのか。まさか初めから。稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は僕たちが利用できるほどほころびに満ちていたよ。ほんの少し手間をかけるだけで内部から攻め落とせるほどにね。永遠は時間を非常に長く伸ばすことができる。だけどその間にある一つ一つの節目はとてつもなく脆弱なものになるんだ。帝国軍にいる君の友達のように、どんなに努力しても無駄なのさ。水中の泡のように美しさを放った後は破滅が待っている。失えば失うほど手にしたいと思い、無能であればあるほどそれに抗う。こういう茶番は見ていて滑稽で実に楽しいものだね。おい、落ち着け。なんかな。それだ、怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエンサにとって憤怒は最高の餌。どうしたんだよ。しっかりしろ。
わらわの後に繰り返すんじゃ。あーん、ほれ早く。うむ、なるほど。少なくとも脳に支障はきたしていないようじゃな。やっとのことで地面に埋もれておるようなわっぱを運んできたのじゃ。そうまでしたのに再起不能となっておっては残念すぎるじゃろう。うい、さっきから聞きたかったんだけど、なんかお前の話し方とか雰囲気とか、オイラたちと最初に会った時とだいぶ違うような。そうか、おそらくあの巫女どもを下がらせたからじゃろう。それにわらわはずっとこんな感じじゃぞ。人々が見せるのは常に自分が見せたい姿だけなんじゃ。わらわはその点についてよく知っておる。じゃからどの一面であろうと全て本物の自我。ただ人とはそれらを無意味に定義したがるものなんじゃ。差し当たって人間に属するこの社会において、わらわも自分の好きなようにやっておるだけじゃ。全然わからない。もっと人間というものを研究するんじゃな、小さいの。何時にもわかる日が来るじゃろ。オイラも気になるぞ。オイラあの時旅人のことばっか見てたから、お前が何をしたのか全然わからなかった。鳴神大社の秘宝じゃ。あの残氷というものが一瞬にして地面にひざまずき命乞いをしてきたとわらわが言ったら信じるか。そのようなことを考えるより、どうわらわに恩を返すか考える方が重要じゃぞ。そうは思わぬか。でなければやはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬな。とは言ってもそれほどかしこまる必要はない。わらわが欲しいのは何時の行動じゃ。何時は今まだ邪眼のことについて考えている。そうじゃな。安心せい、すでにあの渡墨島の指揮官が手下を率いて総統に出向いた。それに邪眼の使用を禁ずる重大な軍令も発せられておる。あの残氷というものも拠点が露呈している状態で自らの同僚のため無駄な抵抗をすることもないじゃろう。三五宮ここみという女、実にやりおる。彼女に会ってきちんと話をしてみたいものじゃが、信仰の違いとは厄介なものじゃな。厄介？お前は鳴神大社の宮司だろ。これを何時に伝えたのは安心させるため以外にも、何時に頼み事があったからなんじゃ。何時、あやつに会ったな。わらわが言っているのはその人形ではなく彼女に会ったのかと聞いておる。そう、自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続けている本物の雷電将軍。その名はエイ。それって儀式にいたのは人形で、本物の雷電将軍はその後に会ったやつだったってことか。つまりあの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手も違ってたと。あれこそ雷電将軍の永遠だからじゃ。この国の永遠を追い求めるにはまずは己が永遠に触れねばならぬ。肉体はやがて土に帰り、
人形がそれに変わる。精神は魔網からは逃れられぬ。あやつは自らの意識をその刀に宿し、瞑想を用いて全ての障害を回避しているんじゃ。じゃあ、あの刀で切り開かれた空間が一心浄土、あやつの心の世界のようなもの。基本的には自我の存在のみを許す空間じゃ。自我の世界に閉じこもり、外の雑務はすべてただひたすら永遠へと突き進む人形に任せておる。それがエイが模索した永遠への道じゃ。モラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。リーユへの神がそのような選択をするとはな。やはり面白い神じゃ。でもライデン将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもな。じゃが、あやつのやり方、まるで自らの部屋に閉じこもる拗ねた子供とそっくりじゃと思わぬか。あやつの言う永遠はもうとっくにあやつの思う永遠になっておる。つまるところ失うのが怖いんじゃ。汝とわらわは同じ立場におる。汝はメガリレーから稲妻の民を救いたい。それはわらわも同じじゃ。ただついでにこの国とあやつも救いたいのじゃ。そしてここが肝心なんじゃが、一心浄土がエイの心の世界を表しているというのなら、そこであやつを打ち負かせばあやつの意志を変えることができるやもしれぬ。それがお前の考えたメガリレーを廃止する方法か。言葉で説得したり抵抗軍の力で改革を起こしたりするんじゃなくて、直接ライデン将軍の心の世界を変えるのか。理解が早いな。ともかくこれこそ稲妻が暗黒の永遠に陥る前にそれを正しい軌道に戻せる唯一の方法じゃ。まだ自分が特別なことを認識しておらぬのか。言ったはずじゃ。一心浄土は基本的に自我のみを許容する空間。汝がそこに行けたということはつまりあやつは汝に十分な関心を持っているということじゃ。あやつもきっと永遠にとってこれほどまでに不安定な個体は見たことがなかったんじゃろう。他のやつは入ったことないのか。あの永遠の信徒が自我を閉じ込めた時から今まで一度たりともなかった。それどころかあの空間がどのようなものなのか知る者もおらぬ。汝の存在は契機だけでなく鍵でもあるんじゃ。やはりわらわの期待通りじゃな、わっぱよ。あれ、もう行くのか。どこに行くんだ。対ライデン将軍特訓、汝のために特別に用意したんじゃ。ここか。そこにある装置は何なんだ。ライデン将軍の技が再現できる宝器とでも言おうか。わらわの記憶を頼りにそっくりに作ったものじゃ。あやつの武道が鈍っていなければな。事前に技を学び対策を立てれば戦いも有利になるじゃろう。あやつの技に耐える練習をするといい。一度はあやつの支柱から逃げられたのじゃから、これしき難しいことではないじゃろ。ん、まだやらぬのか。もしやライデン将軍に恐怖を植え付けられたのか。
君のことを知ってるんだ。おう、わらわにそれを聞くのか。そうじゃな、わらわが雷神の眷属であるからじゃろう。トワリンとバルバトスのような関係なのか。全然そう見えなかったぜ。その感じ、わらわのキツネお姉さん姿に興味があるような口ぶりじゃの。調子に乗るな。うふ。気にすべき点はわらわの姿ではなく、なぜわらわがあやつと会わなくなったかじゃろ。永遠に変わらない国、それはわらわとあやつの夢じゃった。じゃがわらわはそれが完全なる静止を意味するとは思っておらんかった。その時からあやつはわらわの手の届かぬ道を歩み始めたのじゃ。永が一心浄土に踏み入る時、わらわに別れの言葉もなかった。わらわの独りよがりなのかもしれぬが、それがあやつの友情を永遠に保つ方法だったのじゃとわらわは思う。別れを告げず会うこともなく、わらわたちの関係は永久にあの時のまま保たれる。少なくともあやつはそのように考えておるのじゃろう。全く異なる二つの永遠の道に分かれた今、現状を維持し続けるのか、どんな犠牲を払ってでもあやつを正しい道に戻すのか、どちらかを選択することができる。わらわは後者を選ぶことに決めたのじゃ。もし一心浄土に閉じこもることがあやつにとって永遠への道というのなら、あやつを自我の世界から引き戻すことが永遠の眷属であるわらわのすべきことじゃ。ミコ、いい友達だな。何時らにこれを言ったのは、わらわの計画を理解させるためじゃ。あまり調子に乗るでないぞ。さあ、雑談はここまでじゃ。そろそろ対雷電将軍特訓第2幕と行こうか。まだあったのかよ。終わった。これでどうだ。ふむ、なかなかいい出来じゃ。ダンジラの決意と努力が伝わってくるぞ。じゃあオイラたちはこれで雷電将軍に勝てるのか。まあ全くかなわないじゃろうな。おい、じゃあ全部無駄じゃないか。ナンジラは計画で最も重要な歯車なんじゃ。わらわには考えがある。賞賛が全くないわけないじゃろ。そういえばわっぱよ、ナンジは抵抗軍をどう見る。うむ、確かにたとえ幕府軍との正面対決で優勢を取ろうと、雷電将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊ではなすすべもないじゃろう。そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ二番隊の隊長なんだぞ。下げすんでいるわけではない。むしろ彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそ、より大切にしたいと思う意志があるのじゃ。とにかく計画通りに行けば少しは役に立つ奴らじゃろう。おっと、そろそろ時間じゃ。わらわにはもう一人客人が来る。話の続きは鳴神大社に戻ってからじゃ。なんでいきなりお客さんの接待に行くんだよ。まったく、わけのわからないやつだな。
て、ここで話すとしよう。何時が気になっているであろう計画は、わらわがずっと考えてきたものなんじゃ。計画を立てるにあたり、一番重要なことが何なのかわかるか？なんだ？情勢を見極めることじゃ。メガリレーの発令は明らかに何者かによる誘導と言えよう。人形の将軍が持つ永遠への執着を利用したな。うむ、確かにそれが一番の裏付けとなっておる。メガリレーの発令と執行を思い返してみると、法令の遂行に関与していたのは常に天領奉行じゃった。あ、確か綾香が言ってたぞ。メガリレー反対の書類を上に提出しても、天領奉行と勘定奉行がすぐに否決して相談すらできなかったって。ああ、もう明らかじゃな。社奉行以外の二つはファデュイと結託しておる。欲に目がくらんだ愚かな人間よ。つまり現在ファデュイには情勢をかく乱する者が存在し、二つの奉行を籠絡して邪眼を広めておる。そして残念なことに、二つの奉行とライデン将軍の庇護により、その者の尻尾はまだつかめておらぬ状況じゃ。じゃあどうするんだ？切り口を稲妻人に変えるのがいいじゃろう。わらわは天領奉行が謀反するよう仕掛ける。天領奉行が謀反するよう？何言ってんだよ。天領奉行はもう裏切ってるんじゃないのか？わらわが言ったのは、天領奉行が幕府を裏切ったことではない。ある者に今の天領奉行を裏切ってもらうのじゃ。彼女を利用すれば、汝をきっと雷電将軍の前へ導くことができるじゃろう。幕府軍を率いる者じゃ。毎月この日になると神社にお参りに来る今日の客人でもあるの。そやつはもう背後におるぞ。動くな。お尋ね者が堂々と神社に現れるとはな。抵抗はするなよ。おとなしく奉行所に行ってもらう。奴を捕らえろ。はっ。九条空。おっと、忘れたとは言わせぬぞ。ここは鳴神大社。ここで武力を行使すれば将軍への不敬となろう。何時らの中でその罪をあがなえる者はおるのか？ちっ。八重宮司様、もしやそのお尋ね者をかばっているので？友と語らっていただけに過ぎぬ。かばうも何もない。まずは手下を引かせたらどうじゃ。話し合いはそれからじゃろう。お前たち下がれ。御意。では八重宮司様、神社でお尋ね者をかくまうことも将軍様への不敬となるのではないでしょうか？相変わらずじゃの、九条サラ殿。将軍への忠誠において何時にかなう者はいないじゃろうな。臣下として将軍様に忠誠を誓うのは当然。そして武人として将軍様の境地は私のずっと追い求めていたものでもあります。たとえ雷電将軍がいつか何時の神の目を奪うことになってもか？メガリレーは将軍様の決断、私に不服はありません。はあ、ただ忠誠も情勢によって打ち砕かれる。何時が何も分かっていないと言うべきか、唯一目が覚めているものと言うべきか、どっちじゃろうな。その言葉がどういう意味か
直接おっしゃっていただけますでしょうか、宮司様。メガリレーはファデュイに惑わされた者に過ぎぬ。稲妻を陥れる悪性じゃ。そして盲目的に従っている者は他でもない、何時らの当主、天領奉行、九条家の者。それは九条家が幕府を裏切ったと。そうじゃ、理解が早くて助かるの。八重宮司様、その言葉は危険であるだけでなく馬鹿げています。三奉行は古来より将軍様に仕え忠誠を誓ってきました。私は九条家と養子に来て以来この目で見てきたのです。天領奉行にいるのは全て将軍様に忠実な者ばかり。特に当主の高行様は、あの方の無双の人たちに対する崇拝はいかなるものよりも勝ります。私の将軍様への敬意は高行様の万分の一にも満たないでしょう。そんな当主が将軍様の不利になることをするとでも言うのでしょうか。三日後じゃ。三日後またここに来るとよい。証拠を渡してやろう。宮司であるわらわは人々が自分の信じたいことのみを信じるとよく知っておる。じゃから何時の目に映らない部分はただ目をそらしているだけかもしれぬぞ。であればわらわが悪役を演じその皮を剥ぎ取り何時に見せてやるしかなかろう。三日ですね。わかりました。しかしもし証拠がなければ九条家に対する憶測について謝っていただきましょう。それとその時は彼も連れて行きます。ああ、よいぞ。三日後、何時のお越しをお待ちしておるぞ、お客人よ。びっくりした。九条サラがこんなところに来るなんて。ところでミコ、さっき言ってた天領奉行が裏切った証拠、もう何か見つけてるのか？分かりきったことを。もちろんないぞ。さっきは九条サラを説得するためにその場で思いついて言っただけじゃ。やっぱり神の意志を変えること自体大きな賭けなんじゃ。神を相手に完璧な称賛のあるものなどいるわけないじゃろ。証拠を手に入れるには助っ人が必要じゃな。であれば今からわらわと共にその専門家を起こしに行くとするか。